議な魔法の本。私、木之本さくら、友枝小学校の4年生。好きな科目は体育と音楽。嫌いな科目は算数。とりあえず元気が取り柄の女の子。帰りは9時になります。おやつは冷蔵庫の中にあります。あや、お父さん遅いんだ。何か面白い番組やってて。あ、冷蔵庫におやつが。あ、冷蔵庫におやつがあったんだ。ただいま、お母さん。私のお母さん、木之本なでしこさん。いるの？お兄ちゃんもお父さんもいないのに。やっぱりお父さんの地下室。どうしよう。誰かいたら。ウィン。ウィン。ウィンディ。
ほにゃにゃちんわー。あ、いやー、あんさんよ、大阪弁。わいはケルベロス。ケル？この本の守護者や。いやー、あんまり、じゃあ、あの音はいびきだった。人生いろいろや、うっしゃー。の中にはな、黒カードが入っとったんや。黒カード？黒カード、その封印が解かれるとき、この世に災いが。そのカードはクローリードっちゅうすごい魔術師が作った特別なカードでな、一枚一枚が生きててすごい力が宿っとるんやが、それぞれ好き勝手に行動したがりよる上に、波のもんでは歯が立たん。そやからクロー自身がこの本を作って、封印の獣であるワイを本の表紙に置いたんや。とにかくこの本を開けれたっちゅうことは、多少なりとも魔力を持ってるっちゅうこっちゃ。お前さん名前は？さくら。よっしゃさくら、そこ立ってみ。ばえ？封印の鍵よ。何時との契約を望む者がここにいる。少女、名をさくら。鍵よ、少女に力を与えよ。レリーズ！さくら、杖を取るんや。キャプターの誕生や！へー！絶対絶対絶対無理！さくら！何あれ？クローカードや。あら、フライのカードやな。感心しとる場合かい、早せんか。何を？カードキャプターさくらの初仕事や。さくら、フライがこっちに飛んできよるで。あんなに当たったら吹き飛ばされてまう。やつの動きをよく見て避けるんや。上からの攻撃ならしゃがみ、低いとこ避け続けとったらきっとちゃん頑張るんやで、さくら。
たカードや。早速使ってみ。